上谷谷君参政党の上谷総平です今回は国際通貨基金、IMF への約3兆円の追加出資に関する審議ですが、まず前提として、IMF についていくつか基本的に明確にしたいと思います、基本的な点を明確にしたいと思います。IMF の設立の経緯、活動内容、そしてどの国が主導権を握っているのかについて、それぞれぞお聞かせください、えー、財務省、三村あ国際局長。 お答え申し上げます。IMF、第二次世界大戦後に、えー、まさに新しい国際経済協力の枠組み、あるいは国際金融知事を作っていこうという、こういう流れの中で、えー、特に国際通貨システムの中核を担う機関ということで、これはあの1945年12月に設立された国際機関でございます。日本は少しし遅れまして、年に、 加盟をしてございまして、現在約190カ国の加盟国がある国際機関でございます。どの国が主導権をという話、あの、何をもって主導権という方にもよりますけれども、あの、本日の審議でも出てございますように、IMF ではこの増資でございますとか協定改正、あるいは理事の選出、こういったあの、重要事項に絡みます意思決定、これはあの、交代を反映した投票権に基づいてなされるということでございます。 現在のコータシェアは、あの、先ほど来議論にもございましたけれども、アメリカが17.4%で第1位のシェア。日本はそれに続きまして、第2位のシェアで6.5%と、こういう状況でございます。それからどんな活動をしているのかというお尋ねでございますけれども、グローバル金融セーフティネットの中心を担う重要な機関ということで、まあ、最近で例えば申し上げますと、新型コロ ミッのの危機の際でございますとか、ロシアのウクライナの侵略、あるいはそれに伴いましたエネルギー、食料不安、こういった際にも、例えば加盟国への迅速な融資支援というものを やってございますそれから、その中立的、専門的な知見というものに基づきまして、世界経済見通しを公表する、あるいは各国の経済状況の分析を行って、必要に応じた政策提言を行う、さらにはあの新興国、途上国などには技術協力といったようなこともやってございまして、おそらくこういったあの融資と、それから日頃の経済状況のフォローアップ、サーベイランスと我々言っておりますが、それと技術協力、これが大きな三本柱だと思いますが、こうした活動を通じまして、世界経済、あるいは国際金融市場の安定に IMF、重要な 役割を果たしているというのが私どもの認識でございます神谷総平君はいありがとうございます まあ、1944年ですね、えー、第2次世界大戦、大,体大戦争終わる前に、あのーまあ、ブルトンウッズで、えー、行ったということで、その翌年としの、えー、45年12月に設立されたということです。で、当時はイギリスはもう植民地経営で、経済的窮地に立たされてて、お金が出せない、フランスはドイツとの交戦であのお金出せないという形で、結局お金出したのはアメリカでしたということです。で、このときにあの戦後の基軸、ね、通貨というものが、まあ米ドルにしようというふうに、まあ、資本主義の 国家内で決 IMF というのは、実質はあの国連、あ国連、IMF は国連のまあ直轄下にあるわけですけれども、この設立の経緯とか、資金の割合を見ると、まあ、ものすごくアメリカが主導権を持っているんだというふうに認識するのが妥当だと思います。こういったまあ歴史的背景とか実態を前提に大臣にお聞きしたいんですけれども、今回のこの出資というものは、財務省の この政策運営にとってどのようなメリットがあるのか、また我が国全体にとってどのようなメリットがあるのか、2点お聞かせください。総理財務大臣あの新型コロナウイルスやあのロシアによるウクライナ侵略に伴いますエネルギー、食料不安など、あの加盟国がさまざ、あ、まな危機に直面をしているところでありますが、IMF が、えー、世界経済、国際金融市場の安定のために果たす役割、えー、これは、 えー、そうした危機の増大により一層重要となっている、えー、ものと思っておりまして、えー、増資によってその融資能力を強化することがぜひ、まあ、とも必要と考えます。また 各国の投票権の基礎となるものでありまして、グローバル金融セーフティネットの中心を担う重要な機関である IMF における日本の発言権を確保し、日本が主要出資国として政策課題の決定に強く関与すること、これは 日本の国際社会におけますプレゼンスを高めるとともに、グローバルな課題解決を通じて、日本の国益にも資するものと考えているところであります神谷宗平君。はい おそらくですね、今の答弁を聞いて、これは日本のメリットだというふうに強く感じることってあまりないんじゃないかなというふうに思います。まあ、形を見ると、まあ、アメリカが中心的な決定権を持っていて、まあ、それを日本がサポートするということですね。だからそれで、まあ、日本のポジションを確保していると。 いうことぐらいではないかなというふうに理解をしています。が、まあ、この IMF の活動をですね、細かく見ていくと、まあ、全てが全ていいものでなくてですね、異論を唱えざるを得ないものもあるんだというふうに考えています。先ほど、小池委員の方からありましたけれども、あの、まあ、IMF はですね、加盟国に対して、この経済的政策に関する助言、サーベイラインスという形で提供しているわけですけれども、これが常にその国のですね、最善の利益を考えたものではないと。 いうことであります。例えば、経済的に困窮している国の政府に対して、IMF は、非効率的な公営事業を民営化すれば、公共事業が安くなり、サービスも向上するといった助言をして、で、その調達資金、資金調達ですね。ごめんなさい。資金調達のために、えー、世界銀行から借り入れを促すと。で、そして事業を進める際には、えー、しばしばですね、高度な技術を持つと言われているグローバル企業をこう紹介していくわけです。 例えば、南米のボリビアなどではもう二十年ほど前の話ですけれども、アメリカのベクテル社が水道事業に参加した結果ですね、水道事業が倍以上に上がってですね、貧困層の人々は水を飲めなくなった。水道水が飲めなくなった。結果、汚染水とかあの腐敗水を飲むことで多くの人が亡くなったという事実があります。当然、ボリビアでは大規模な抗議運動が起きてですね、水道事業は再公営化されるわけですけれども、結果、政府に残ったのは大きな借金だったと。 いうことになりますこういった事例はですね、ボリビアだけでなくて中南米の多くの国で見られますし、またアジアでもアジア通貨危機の,後のですの、ね、タイや韓国において、IMF の指導による厳しい政策が取られましたが、その政策はこの国々の利益というよりもです、ね、アメリカを中心としたグローバル企業の利益につながるものであったというふうなレポートがたくさん出ています。多くの日本人は 国連とか国際機関が誤りを犯したり、理不尽なことをすることはないというふうに楽観的に考えがちですけれども、まあ我々日本の政治家の立場からすると、ですね、もう少し国民の皆さんに国際情勢の変化とか、えー、そういったものをしっかりと伝えて、ですね、その上でこういった公金をこの国際機関に拠出することがいいのかどうかということを、もう少しですね、議論として投げかけていかないといけないんではないかなというふうに思って、こういう議論をしています。 こういったことを前提にです、ね、この IMF の日本経済に対する審査、対日四条協議と、今日ももお話上がってますけれども、それを見ると、例えば大きなところでいくつか挙げればですね、千あごめんなさい、2019年には日本が2030年までに消費税率を15%に引き上げる必要があるというふうに言われていますし、今年のものを見てもですね、先日も取り上げましたが、 日銀がイードカーブコントロールを撤廃し、量的資質的金融緩和政策を終了させ、短期政策金利の段階的な引き上げを検討すべきというふうに提唱されていますし、他にも移民をですね、受け移民受け入れを暗示するような労働市場の構造改革、社会保険料の増額、脱炭素とグリーン経済への移行、男性の育児推進、 国内生産者の保護よりも輸入を進めるグローバルシステムの推進といったものが我が国に提唱をされています。こういった事実を前提に大臣にお聞きしますが、このような IML の提案はどの程度我が国に対して拘束力を持つのか。また、こうした提案は、えー、こういった提案がですね、あこういった提案はこれらの提案を日本側から派遣した職員がこういうふうにした方がいいんだよというふうに日本人が行って日本に提案しているのか、 それともそうでないんであ、もしそうじゃないとすれば、ですね、我が国にとって不利益だと思われるような提案に関しては、これからは出資金を増額して、もっと日本人を職員として送り込むことによって、提案内容そのものを変更することができるのかという、この点についてお聞かせいただきたいと思います。まい財務大臣あの、IMF の日本経済に対する審査であります、四条協議。これは IMF 協, IM 協定第4条に基づいて、IMF が実施するものでありますが、あの2月に公表されました対日4条協議に係る IMF 職員の声明は、職員自らの責任で検討、作成したものであり、その個別の政策提言には法的な拘束力はありません。 ええー、なお、ただ、たなお、ただいま申し上げた声明は、今後、IMF 理事会における議論を経た上で、IMF の組織としての見解が公表されることになりますが、そこで表示される個別の政策提言につきましても、法的拘束力はありません。あのー、こうした IMF の提言に対しましては、IMF 理事会において、 日本としての考え方をしっかり説明、反論してまいりたいと考えておりますが、その際、ご指摘のような手法を通じて、変更を試みる。例えばもう出資はしないとかですね。そういうようなことは、あの IMF がその専門的知見に基づき、 中立的な立場で経済状況を分析することで、その役割を果たしていることに鑑みれば、そもそも関与のあり方として適切ではなく、また実際上も例えば日本政府を含め、各国から IMF に出向している職員は、IMF 協定や内規に沿って、各国政府ではなくて、 IMF に対してのみ責任を負っていることなどを踏まえれば、そのようなことはあのできないのではないかと考えているところであります神谷宗平君。はい、ありがとうございますあの、まあ。拘束力はないと明言していただいたんですけれども、まあ、過去の IMF の,あの提,唱提言を見てますと、ですね日本の政策、かなりそのとおりに進んでいるんじゃないかなと思います。で、でででこれすすね、進んんんんてて日本経済がどんどどん良くなっているなっいいるららば IMF 言うりしたけども、まあ ご存知のように三十年間日本は経済停滞をしています。で、お金を払って、で、あんまり日本経済が活性化しないようなですね、まあ、ある意味具体的な、まあ、味方によっては内政干渉とも言えるような助言を受け入れていくのは私はおかしいというふうに思っています。このウクライナの復興支援に関しても私たち賛政党は慎重にというのを言ってるのは結局復興時にはまた IM とか世界銀行が入っててですね、またこうアメリカを中心にグローバル企業がそこに行ってビジネスを始めると、そういった仕組みができてるんじゃないかなというふうに思うわけです。 ですねで、えー、こういったねあのー、その ま、困ってるところへ助けるという名目はいいんですけども、実際そこにいろんなビジネスが絡むと。で、日本はそこに対してあんまり絡めてないというふうなことを、えー、構図としてみるとですね、日本の国会議員としては本当に、この、こういったことに出資することが日本の国益にかなうのかどうかということをすごく葛藤しながら見ています。まあ、さっきの大東亜戦争破れてますので、あの、それ以降、彼らが勝った国が作った構図の中に、ま、組み込まれて協力していくということはやむを得ないんですけども、もう一度ですね、もう80年前のことなので、あの、新たな国際、 地図の中で日本の立ち位置を考え直すべきではないかなというふうに思います。 まあ我々賛成とよく行き過ぎたグローバリズムっていうのはおかしいんじゃないかというふうに言ってるんですが、それは国際機関とか金融機関とか、グローバル企業が連携して、世界の弱い国々と経済的とか政治的にコントロールしていくような、そういう状態おかしいんじゃないかと言っていますので、日本もですね今、どんどん経済力、国力を衰えているような状況ですから、コントロールを受けないように、しっかりと声を上げていく必要があると思います。 でので、そういったところをしっかりと交渉していただきたいと、えー、要望して終わりたいと思います。これより討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。はい、神谷宗平君。国際通貨基金は米国債に不興。 開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に反対の立場で討論を行います IMF は確かに国連の一機関となっていますがその設立の経緯からも特定の国々の意向がいまだに強く反映されておりそのため IMF の事業や助言が常に公正かつ中立であるとは言い難い と考えます。また、我が国に対する助言に関しても、経済政策に結びつけた内政干渉とも言えるものが多く見られ、それに基づいた政策は、日本経済の活性化に、えー、関与し、えー、寄与しているとは考えにくいものがあります。それどころか、日本の強みが損なわれる結果につながっております。そういった活動する機関に対し、我が国が政策を大きく変更する権限を持たず、さらに追加の出資金を出すことは、我が国の国益に沿わないと考えるので、本法案には反対いたします。はい。 他にご意見もないようですから討論は終局したものと認めますこれより採決に入ります国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います多数と認めますよって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定をいたしました